今回の合宿は福島県の裏磐梯というところで、箱根駅伝予選会に向けた足作り、ベース作りを中心に行っていて、合宿に来ることによって涼しい環境でできるので、距離が少し伸びているなっていうのを感じます。自然が多くて、その実家の方を思い出して、いつもより走りやすい環境で練習できてるなっていうのは実感してます。共同生活するので、後輩とかとも話を結構できるので、そういう面では合宿所で一緒に練習するっていうのはいいなっていうふうに思います。湖が一周30キロあるんですけど、巡行地と呼ばれる標高1000メートル前後の涼しいところで行われるので、東京で行う練習よりも長くペースを落としながら距離を踏むという練習が中心になってきます。1年前に比べて走る距離増やしたんで絞れてきて、まあ、動き作りがメニューに組み込まれたこともあって、動きのキレは増しているのかなっていうのは実感してます。この1年間で成長したことは、トラックレースの1万メートルで自己記録を更新することができました。また箱根ディスタンスと呼ばれる20キロやハーフマラソンのレースを少しずつですが自分のものにすることができているのではないかなと思っています。去年の合宿の前に膝を痛めてしまって、そこからなかなか復帰ができなくて、距離を伸ばしたことによってちょっとアキレス腱に負担が出てしまって、自分の走りをもう一回見直すことができるようになって、雪中のところから改善して、夏合宿は1日50キロから60キロメートルの走り込みを行います。夏合宿の前半は体が慣れていないのできついのですが、後半になるとどんどん走れてくるので、それはまあトレーニングの中の面白さなのではないかなと思ってます。厳しい練習になると思いますが、そこを乗り越えていくことで力になると思うので、ケアを怠らず怪我をしないように全員で頑張っていきたいと思います。強いチームは10キロ以降のレース運びがすごくうまいんですけど、やはり去年後半の10キロメートルで失速してしまったので、そこを耐えられるような練習をこの夏は積んでいこうと思っています。来年の夏までには自己ベストの更新を成し遂げたいなと思ってて、練習の成果を来年までにつなげていきたいなと。2020年に向けては大学4年生で最後の年っていうのもあるんで、まあ、チームとしては箱根駅伝出場をちゃんと目標に掲げていきたいと思ってます。